んこれ脚本ですかね。三回とも今日が脚本。やっていいかな、よかったら表彰式やると思うけど、どうだかな。おやまさん街頭はね、あやさん SG 新進グランプリやらんどう商品SG 新春グラブ、はい、これで出てきてる SG 新春グラブ来た感じだ。来年はあ、そうじゃない、そうじゃない。じゃあ、頭でもね、皆さんどうもご苦労様でした。ただいまより表彰式を行います。では、最初にですね SG 新春グランプリの優勝者の表彰式から行います。よろしくお願いします。誰かやな、誰かやな。はい、優勝で岡本さんの方。ありがとうございます、岡本さん。の月例の 1% 優勝からさせてもらいます。優勝、はい、大変成功、大変成功、ありがとうございました。これは岡本さんの方で優勝ということで、岡本さんありがとうございます。運もなくな。がっぽりやん。がっぽり。第3位は、おお、これでございます。ありがとうございます。どんだけ飲んだ。酒屋じゃね。選抜戦1位。ニューニャー。はい、これ。選抜戦に梅ちゃん、じゃろ、はい、これは岡本さんから3位、4位、5位、3位選抜、いやいやでしょ、はい、3位、それで、すいません、4位、それで、5位、はい、これだね、これ、優勝戦のあれ、あれを優勝戦のね、4、5、6優勝戦の4、5、6は優勝戦、はい、優勝戦で、それで5位、はい、なるほど。それで、6位6位、あれ、あれ、ジュニア、はい、どうも、はい、じゃあどうも、今日はまあ、事故もなくね、いいスタート切れました。皆さんありがとうございました。では一つ優勝者の方のインタビューから行こうと思います。その前に名誉ある洗濯係畑中ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。あれ洗うとね優勝できるじゃあ洗います。SG グランプリの優勝者斉藤選手から一言コメント。お疲れ様です。SG はですね、久しぶりに5年ぐらい撮ってなかったそうですね。それいつも松尾さんにやられてばっかりで、もう今日はもう勝ててとっても嬉しいです。
1年いいスタートが切れたと思いますので、また今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。だから今日の一般戦、はい、はい、はい、あ、ちょっと書きます。いや、よちょっと行け。違うか。一般戦で優勝いたしました。久しぶりと思います。なして優勝できたか、ちょっと余裕がわからずくに優勝してしまいました。次回もこのような運を取り込んで、また頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうも。これで終わります。だけ来月は第1週の日曜日ということで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。